どうも皆さんこんにちは、ラテです。ということで、今回もね、まあ夜ご飯作っていくんですが、まだね、親からの置き土産がありますので、そちらを食べようかと思います。ちょっと待って。というわけでですね、こちらですね、すごいもん買ってきてくれた親。これ1個は無理だろうな。すっげえこれ。どっちを使おうかな。まだ比較的自分夜の方が食べられる形なので、こっちをいただこうかな。それじゃあこっちは次。なんかね、親からこんなのもね、送られてきてまして、なんかステーキに刺すんだって。そしたらなんか並べて、じゃあでもいいかな、これいって、これも食べます。それじゃあこれを焼いていきます。いや、多いな。よし、ではね、オリーブオイルをまずかける入れます。はい、縦を見れば全然低いかと思う。おいしい。塩コショウちょっと振るで、それじゃあまずもやしを取ります。よいしょ、でけえ。はい、こんな感じでステーキが完成です。よいしょ。もう切らずにこのまんまあえて乗っけました。となれば次はちょっとソース作り。まあソースといっても簡単ですよ。ここにニンニク醤油、まあ岩塩とかでも全然食べたいんで、なんとですね、ちょっとだけケチャップを入れちゃいます。で、あとは生姜でつってね、まあ簡単にね、こんな感じで完成にして、はい、これで完成。はい、それじゃあね、こっちのさっき焼いたステーキと
さっき使ったソースと、まあ、自分前々から言ってるんですけど、わさびが好きなのでわさび、よいしょ、わさびもなんか綺麗な絞り方を覚えよう。あらららそんで、あとちょっと塩でも食べたいので、ここに岩塩を持ってきておきますね。はい。それではね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。まあ完成ですね。ステーキ、めちゃくちゃ分厚いですね。このまま切って、バクバクっていきたいと思います。今回はこの前と同じシードルで出していただきます。ちょっと自分ワインが無理なんですけど、シードルなら十分なんとかいけるんで、あの普通のねブドウのワインやとちょっときついんで、こちらでいかしていただこうと思います。あ、ボケたボケた。ということで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。もしねこのねステーキが美味しそうだなと浸水してた俺の塩浸水してって思ったら、まあチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。まあね、こんな感じで料理を出させていただきますので、次の動画もチェックお願いします。では皆さん、またね、バイバーイ。